ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、我々の見ていただいているコメントでも、たまにタイプ1ですっておっしゃる方もいらっしゃり、また少ないですね。少ないです。少ないんですよね、ただまた私のリアル友人、数少ないリアル友人、リアル友人でタイプ1だって要は私がエニアグラムを勧めたところ、ちょっと最近面白い面白いってなって、で自分が1だ、ちょっとやってよやってよなんて話をもらったので、今日はタイプ1の詳細分析を、と思ってます。なんでいつも言うようにこの通常の健全度を聞いて、なんかぐさっときた、結構ディスられる感じですかね、なんでもしかしたらこのタイプ1の場合、かなりそうではないとかなるかもしれない、怒りが来るかもしれないですけども、今日はそのタイプ1の詳細分析をしたいと思います、改革する人、理想主義的できちんとした、完全主義者で器量な人物とあります、健全な状態、健全なタイプ1は良心的で深い聖者の観念と強い道徳的価値観を持っている、理性的で合理的で自制的で節度がある、極めて倫理観が強く、真実と正義を最大の価値とみなす、その誠実さと厳正さによって優れた道徳の教師、個人的資本、真実やその他の価値を証明する人物となる、プラトーンですね節操がしっかりしていて常に偏らず公明正大で客観的でありたいと願い、より大いなる善のために進んで自己を昇華する、徳を養い卓越性と均衡を達成するというアポロ的な理想を体現している、アポロとはギリシャ・ローマ神話に出てくる光、医療、音楽、詩、予言、男性、美の神であると書いてあります、で最高の状態、並外れて賢く明敏になり素晴らしい判断力を持ち、全ての状況の中で何が道徳的に最上かを理解しているように見える、優先すべきものを正しく考慮しそれらに卓越した展望を与える、他人に寛容で真実に耳を傾ける、賢明な助言をし崇高な未来像と目的を抱いている、まあ、この健全な状態は多分どこを見てももう、どのタイプも素晴らしい、でなんか結構一緒に見えるどのタイプも、もう多分丸の状態に近い、全部一緒に見えるんですよね、で出ました、通常の状態、まあ、ここ読んでぐさっとくるイラッとするっていう方は、タイプ1かもしれない、もしくは自分の悪いとこだなって、そうですね、しまったみたいな、通常の状態、通常のタイプ1は公器の身に伴う義務、ノブレスオブリージ、よく騎士の騎士魂みたいなのがありますね、つまりあらゆるものを個人的に改善するのが自分の義務だということを感じ始める、革新者、改革運動家、評論家、高潔な理想主義者になる、大義を推進し物事をあるべき姿に進歩させるという理想に向かって努力することに心を傾ける、間違いを犯すことを恐れるようになる、あらゆるものが自分の理想と一致しなければならない、規則正しく几帳面で秩序立ちきちんとし論理的で緻密であるが厳格で非情で馬鹿げたことはせず感情を抑えつける、自分の感情と衝動を抑える結果潔癖で性的に抑圧された性質になる、性教徒的に厳格で肛門性格的ごめんなさい肛門性格的、肛門性格的どういう字ですか、肛門はアナルの肛門ですね肛門性格的かっこ肛門愛に発する特有の性格傾向で倹約、頑固、几帳面について記述した性格の概念とあります。分かんない
い。今ケツの穴がちっちゃいってことですかね。そういうことですかね。はい。肛門性格的ってどう。脅迫観念にとらわれた感じですね。うんうん、で、気難しく、うん、細部にこだわり、時間に厳密で学問をひけらかす。うん、思考が円卓的かつ序列的になり、うん、あらゆるものを白か黒か、うん、善か悪か、うん、正か邪かという二分法で考える、うん、全てに関して自分の意見に固執する、うん、人々を懲らしめ自分が正しいと見ることをするよう彼らにしつこく迫る、うん、自分と他人に対して批判的になり断定的でこらえ性がなく荒探しをしたがる、完全主義者で仕事中毒でつまらないことにケチをつけ、自己に関しても他人に関しても完璧と言えないものには決して満足しない。道徳論をぶち、口やかましく、正しくないか間違っているとか、だらしないとか不適当だと自分が判断すれば、誰にでも、あるいは何にでも憤然と怒りを向ける。とあります。これやっぱりポイントとしてはその、自分にも他人にも批判的っていうことですね、うん、この絶対的に正しいっていう価値観がある、はい、それが正しいかどうか置いといて置いときますよこっちに置いときますよ、うん、はい、置いといて自分の中でこう絶対これが正しいんだっていう理想があって、そこからこうはみ出る人はに対してはこう徹底的にこうそこが間違ってるとか、これ僕が正しいものがあるんですけど、うん、ことは違うんですよね多分、うん、そう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 、僕が正しいものは多分批判されるんですね、うん、批判される、自分にこうあすか重なってればいいかもしれないですけど、あ重なってれば重なってれば強い味方ですね、たまたまだ、はい、だけどこうちょっと違うんじゃないかと思ったらここのあらを一生懸命探すわけじゃないですか、でも僕の正しいがあるんですけどってなりますよね、うん、そうそうそう、はい、で不健全な状態、うん、不健全なタイプ1は独善的で器量で極端に独断的で融通が効かない、うん、彼らだけが真理を知っているのであり、うん、偏境で近づきがたい絶対の基準から容赦なく宣言を下す、うん、自分の判断に非常に厳密であり彼らが正しいと証明されるには他人が間違っていることにならなければならない、自分の論理的立場を主張するために詭弁と合理化を用いる、他人の悪事が頭から離れないが、皮肉なことに自分自身も同じことかもっと悪いことをしているかもしれず、偽善的なことに自分が説いているのと反対のことをしながら自分の矛盾した行為や態度を正当化しようとする、うん、もし自分が自分の言った通りにしなければ恐ろしく冷酷で可逆的、あの危害を加える感じですね、うん、で他人を非難し彼らが罰を向けるように手を打つとあります、うん、なんか、うん、いるなと思ってそういう人、うん、その友人はどう言いづらいけど、うん、あのピリピリ感はやっぱりありますね、うん、ごめんね次女ちゃんごめんね僕のこの知り合いの子も、はい、まあ女の子ですけど、はい、結構そういう自分がこうって思ったものをこう信じてる、はい、でそこからこうはみ出るとあれは間違ってるみたいなことをこう否定する、なるほど、一生懸命否定する、で彼とも、うん、まあ私タイプ6、うん、やっぱ反応タイプ、うんうんうん、なのでこうって言われると出るんですよね、うん、であの幼稚園からの友人なので、うんうんうん、もう僕は出しますよ、うん、まあ友人なんだよねこれは毒のとらわれですね、うん、まあ、でも僕もこうって言われると、はい、そうじゃないものがあるだろうな、あ言うか言わないかは別にして言うか言わないか、まあ、その人の人間関係もある、はいはい、けど、まあ、遠回りに行ったりとかその考え方もあるけどこの考え方もあるよねで白か黒かの人じゃないですかタイプ1はそうですね、うん、で健全度によりますけど9なんてこう白と黒の間に無限の色があるみたいなお前はミスチルかですねそう、そんなこと思ってるじゃないですか、はいはい、だからその考えもあるし、その考えもあるし、その考えもあるしみたいなみんなの考えが分かるしってそう、だからこうこうって言われても受け入れないみたいなだから面白い、うん、はい、ですいません分裂の方向、はい、人間らしい感情も、うん、哀れみもない抽象的な理想を追求することによって
タイプ1は結局何か極めて矛盾した行為をしてしまい、うんうん、自分が失敗したことに気づき深い罪の意識にとらわれる、うん、堕落してタイプ4に動くと深刻な抑うつ、恥、自責、自己破壊の状態に逮捕、うん、退く、歩む、うん、逮捕し自殺したいという思いと感情を抱く、うん、少なくとも神経衰弱か重い抑うつ状態にも陥るとあります、うん、なんでよく完璧主義すぎて、うんうん、苦しくなるのは本当に注意した方がいいですよと思います、うんうんうん、で統合の方向、健全なタイプ1がタイプ7に動くと避けがたい不完全さを合わせ持った現実を受け入れ、うん、もっと楽な気持ちになり生産的になる、うん、もはやあらゆるものを完全にするために常に努力せずにはいられないと思ったり、うん、自分が世界を独力で救わなければならないと感じたりはしない、うんうんうん、人生は今までほどストレスに満ちたものでも妥協の余地のないものでもなくなる、うん、物事がそれなりのやり方で展開するのを黙って見守ることができる、うん、もっと喜びにあふれ人間的になる、うん、まあ物事がそれなりのやり方でっていうのがポイントですね、うん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 、それなりのやり方がある、完璧なんてないって話ですもんね、どこまで行っても完璧はないって、うんうんうん、まあ、求めるのは自由ですよね、うんうんうん、自分の中でそのこうしたいっていうのを求めるのは自由だと思うんですけども、うんうん、求めすぎも良くないし人にそれを強いるのも、うんうん、でも、まあ、求めるのはいいけど、はい、それが達成できないことが悪だみたいな感情があるじゃないですか、それが悪いことだ、はい、それなりのやり方があるっていう、うんうん、で幼児期の原点、父親もしくは父親的人物と否定的に結びついている、うん、タイプ1は厳格な道徳的禁止を課せられて育った、うん、これらの禁止や宗教的道徳的戒律や論理上の理想は超自我の中に内在化され、もし教え込まれた規範に従わなければタイプ1にすぐさま罪の意識を感じさせる、エネルギーの大部分は罪を犯すのを避けようと努力したり自分の違反行為による在籍感に対処したり間違いを元に戻したり自分に報復を加えたりすることに費やされるとあります、うん、根源的恐れ、非難されること、うん、根源的欲求、正しくあること、うん、二次的動機づけ、タイプ1は他人を公正に扱いたがり理想を目指して努力したがり、うん、世界を改革したがり、うん、あらゆるものを何も間違いがないように統制したがり、うん、批判の及ばない状態にいたがり自分の立場を正当化したがり、うん、自分の理想に従って行動しない人々を非難したがる、うん、とあります、うん、で健全な自己感覚、うん、私は道理をわきまえた客観的な人間である、隠された不満、私はほとんどいつでも正しいのだから、うん、もし人々が私の言うことを聞けたらもっといい世の中になるのに、うんうん、と思っている節はありますよ、うん、そいつは、うん、そいつって友達あの友人、友人は、うん、あのマスクの色を変えろって言ってましたね、うん、風を引いてる人間と、うん、あの予防している人間のマスクを変えればもっと世の中は住みやすくなるって持論をぶちまけていて、面白いと思いながら聞いてました。まあ、その持論をあ、それはもうもちろん、うん、あの何て言うんだろう、うん、こうしたらいいのにっていうダ話の中で話をしていたので、うんうん、あの面白話として聞いてください、うん、で1っぽく健全度が下がると、はい、そうならないの世の中に怒りを覚える、怒りを覚えるってそうする、なんでこうマスクの色を変えないんだみたいな、でもそれ差別につながるよってそう、あ、それとあの分かってて言ってますからね、うん、はい、で、主要な防衛規制、うん、抑圧、うん、反動形成、置き換えとあります、うん、この反動形成っていうのは、うん、受け入れがたい欲求を抑圧してその欲求と正反対の行動を取ろうとすることとあります、うん、で固有の誘惑、うん、個人的な道徳上の極端な義務感、うん、通常のタイプ1は全てを改善する責任が自分個人にかかっていると考え始める、うん、通常のタイプ1は自分が何かを改善しなければ他の誰もしないだろうと思う、うん、
そのためますます周りを整え、あらゆるものの誤りを正して完全にすること、そして彼らが定めた理想に従わない人やものは全て非難することに固着するとあります。固有の短所、独りよがりの怒り、タイプ1は完璧でない、自分の理想に従って生きているのではないとして、自分自身にも向けられるし、欠点があると言って他人にも向けられる、完璧ではないと、タイプ1が一層不健全で独善的になると、人や物の善悪を判断できる唯一の審査役に自分を見立てる、そしてその怒りは徹底的に他人の人の上に降りかかる、とあります。で、固有の長所、知恵とあります。自分の正しい目的、とりわけ道徳的価値を達成するためにはどうすれば一番いいかを読み取る力、自分の感情や好みは脇に置いて、最上の選択、最上の行動が何であるかを識別するには現実主義と客観性が必要である、と書いてあります。なんで、その常に正しいものは何かっていうのを読み取る力はある、多分そういうことずっと考えてる、あんまり考えないですよね。考えない、常に何が正しいのか、自分側は考えるんですけど、人の世はっていうのはなかなか考えない、僕も何が正しいのか、何をやるといいのかみたいなレベルでは考えますけど、そうですね、はい、道徳的なところまで合わせて何が正しいのかみたいなことはほとんど考えない、はい。で、取り柄、いかに批判がましく完全主義的になっても、通常のタイプ1はまだ器量で独善的な脅迫観念にとらわれた人間へ堕落しまいとするだけの理性を持っているはずである、理性と節度という健全な資質はより健全な状態に戻るための手段となる。なんでやっぱり常に正しくなければと思っているので、我慢するんでしょうね。健全度が下がって下がらないようにうーって我慢する、落ちない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 って、っていう理性を持ってる。理性、まあどこまで下がっても理性的みたいな、ね。はいはい、ああ、なるほど。で、構造様式、基調となるのは客観性である、タイプ1は客観的で理性的で構成的であろうとし、理想に対する自分の義務を妨げる個人的な欲求や感情に影響されまいとする、これにより彼らの精神は客観と主観、思考と感情、時としてしたいと思うこととしなければならないと感じることの間で分裂している、外的世界ではタイプ1はより高く完全な状態を目指して努力し、自己を含むあらゆるものを改革しようとする、教育や規律、勤勉や高潔さといったものを通じてそれを改革しようとすると、で、それゆえ全体的な様式は彼らが世の中にもたらそうとしている客観的価値と抑制と確固とした自制の下に統制し続けなければいつ吹き出してくるかわからない彼らの個人的な衝動、性的であったり攻撃的であったり、それとの間の恒常的な緊張であるとあります。で、必然的結果、タイプ1は理性的で論理的なので、全ての性格タイプの中で一番自分の行動に自らの行為の結果を気にかける、しかし他の人々と同じように自分の場合は例外だとすれば話は違ってくる、と自分を納得させてしまうこともできる、しかしながら達成しようと努力している目的が立派なものであるとしても、タイプ1は自分の行為の結果から免れることはできない、もしタイプ1が自我の膨張の結果堕落すれば徐々に非難されるという自らの根源的な恐れの虜になってしまい、正しくあるという根源的欲求を失う、非難されることを恐れるが極めて冷酷になり、情け容赦なく他人を責めるためだんだん非難されても仕方がない人間になっていく、同時に正しくあるという根源的欲求を遂げられない、なぜなら神経症的なタイプ1は結局のところ他人について非難しているのとまさに同じ行為、道理を不合理に、秩序を混乱に、正義をひどい聖者にねじ曲げることをして
自己矛盾に陥ってしまうからであるとあります。なので、まあ、全てエニアグラムの話は手放せの話です、うんうんうん、箱に入れる話じゃなくて、うん、そういう傾向があるねって理解することで、うん、手放していきます。それを意識して手放すことができる、うんうん、ギューって持ってるのに気づけば、うんうん、そうそう、本当にこのルールが絶対だっていうのも、はい、そうじゃない人もいるんだっていう、てとみんな違うって話ですね、うん、みんな違う、はい、うん、この白と黒の間にそうそう無限の色がある、無限の色がある、あるっていう話ですね、うん、そうですね、はい、ミスチルのカラーを聞いてくださいと、うん、ミスチルいいですよっていうところで、うんうん、通常の健全度を聞いてタイプ1の方いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。もしかずしっときたら、うん、そうかもしれません、はい、かもしれません、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。